いらっしゃい。ようこそスナックエンディーガブリエル、ママのたかしです。チーママのひりきつむです。みさまかんです。そう言ったハミガルカラッパーミガルハ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 ミガルやったおかしいんじゃないの。いつもの動画を見返してみてください。うわぁ今日はセザンヌ特集。あーレレレキシーレレレキシー。最近さ、コスメ動画出してなかったじゃないですか。そうですね。そうで、ずいぶん前に特集してほしいコスメブランドあるみたいな感じでインスタで募集したら、セザンヌがすっごい多かったんですよ。強調なんだ、みんな。そう、なんかやっぱエクセルがすごい人気っぽかったんだけど、うん、同じくらいセザンヌをちょっと使ってみてほしいみたいな、うん、確かにすごい安いんですよ、セザンヌって、うんうんうん、そう、だからあのみんな気になってるというか使ってるからなんじゃないかなと思って今日は特集してみたと思います。よろしくお願いしてあげればいいよ。全体的に思ったのは普段使いに最適だなっていうこと。あ、そうですね、うん、とってもあの使いやすかったですし、うん、人気がある理由っていうのはすごいよく分かりましたよ。じゃあ早速ちょっと1個ずつ紹介してみたと思うんですけれども、はい、ベースメイク編からいきましょうかね。はい、はい、じゃあもうどんどんいきます。まずこちらセザンヌ毛穴レスコンシーラー。これ使ってすごかった。あ、よかったですね。すごかった、感動した。毛穴レスコンシーラーをつけてみたと思います。こちらがですね、毛穴の凹凸を補正してくれる透明なやつなんですけども、つけ心地はサラサラで、うん、イヴ・サンローランとかの有名なやつあるじゃないですか、うん、あれにすごい似てる。本当にサラッとするよね。そうね、だから本当なんかプライマーみたいな感じですよね、うん、みたいなね、うんうんうん、これをつけることによってすごいなんかそのファンデのノリとかがめちゃめちゃ良くなるっていうか、もう塗った瞬間にわかる、うんうん、しかもチューブタイプだからすごい使いやすい。あの自分の量決められるから、うんうん、ワンプッシュとかよりも全然サラサラになりました。はい、続きましては皮脂テカリ防止下地。わかりやすくてありがてえ。このセザンヌの下地はすごく昔から有名だから、夏になるとすごい売れるってイメージ。伸びがいいです、めちゃめちゃ、うん、割と少量でいけちゃうから、うん、これ水っぽいから割となんか液体見ると白って感じなんだけど、薄くつけるとそんなに顔が白って感じにならないから使いやすかった、うん、うんうんうん、馴染んでいく感じがすごいする、うんうん、はい、はい、ボケてないですか。大丈夫そうです。ボケてない、ボケてない、まあすっとボケてはいる。あーふざけないだ。じゃあ次行きたいと思います。一体何かしら。続きましてはセザンヌクッションファンデーション20自然なオークル系。わかりやすいですね。わかりやすい、本当にわかりやすい、素晴らしい。個人的にはこれも良かったです。カバー力もあるし自然な仕上がりになるっていうか、私結構クッションファンデで驚いた。あ、これめっちゃいいじゃんっていう。塗った感があんまりないから、そうそうそう、ナチュラルなメイクにはすごい持ってこいかなって感じがする。でもカバー力やっぱちょっとあるわ。まあなきゃ困る。そうそうそう、すごいカバー力が強って感じじゃない？3ぐらい。気になる人はコンシーラー使うかもしれないけど、色ムラ補正とかはできるよね。そうね、気になるなんかニキビを隠すとかシミとかを隠すっていう感じではなさそうだ。はい、じゃあ続きましては眉毛こっか。眉毛、はい、超細芯アイブロウ。こちらが3番のナチュラルブラウンを買ってみました。 0.9mm の繰り出しタイプです、うんうんうん、ともう1個がノーズ&アイブロウパウダー眉摘み。じゃあ先に細い方で描きます。はい、私このアイブロウも良かったです。ほんとここまでずっと忖度なしで、この2つどっちも使うのがいいと思います。このペンシルとパウダー、この細いやつがね本当に細いんだけど、こういうのって硬すぎて色出ねえみたいなやつあるじゃん、あんまり、うんうん、ちゃんと色出てくれるから良かったね。描きやすいんですよ。眉毛のベースがある人はあのこのペンシルだけでもいいかもしれない。そして粉をまぶしてください。すごいね、それもタッチがしやすかった。仕上がりもすごくナチュラルで、なんか久しぶりに気に入った眉毛が描けたなっていう感じで嬉しかったですよ。できました。あー、できました。眉毛やっこー、鬼やっこー、ヒヤやっこー、めちゃくちゃ使いやすい。ちなみになんですけれども、このちょっと薄いやつ、薄いのと真ん中のやつをこう足してこうやって筆でこうやってやって、まあ、この人あんまやる意味ないんですけど、ここのあの目頭のところにやると割と陰影つけるのにも使えます。へえ、ちょっとノーズシャドウっぽくなるってこと。そう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 、ーノーズシャドウ使えるのありがたい、うん、次はアイシャドウ。あ、皆さん違いますよ、アイシャドウ。
早くやれよ。びっくりする。はい、じゃあこちら、ビタートーンアイシャドウとベージュトーンアイシャドウの2つで1番と5番を買いました。あ、ちょっとベージュの方から使ってみたいと思います。使い方書いてあるの、 B をまぶた全体に、 B っていうのが一番薄い色ですね。これはまぶた全体にこうやって、もうね、色がね、薄い薄いね。でも薄いんだが、ちゃんとついてることが分かるギリギリのラインだから、うんうん、あ、もう薄くて使えないって感じじゃ全然ないのがすごいって思った。私たち濃いじゃないですか、メイクがね、うん、だから私たちがじゃあ使うかっていうとあれかなっていう感じではあるんですけど、普段使いされる皆さん、その女性の方とかにはちょうどいいぐらいなんだろうなって感じですよね。そうだね、つき具合が、うん、柔らかい印象のメイクにしたい方とかには向いてるかなって感じ。茶色はこっち側、ちょっと自分で。皆さん、こんにちは、ラキチュモスよ。何でいるか教えてあげましょうか。メンバーだからですね、かろうじて。わー安いですよ、このシャドウ748円ですって、皆さん。安いよ。安い。ブラウン。ブラウンはすごい陰影を際立たせる感じの発色になってるので、一番濃いの使わないでやってもいいかなっていうぐらい。ちょっとだけもう目尻に一番濃いの入れるぐらいでいいんじゃない？デイリーの場合は。そして5番がやっぱりちょっとピンクっぽいというか赤みがある感じですよね。こっちの方がすごいガーリーな感じに仕上がる。うんうん、すごいな、なんか。いや、これさ、ほぼ1000円以下だよ、さっき調べた、うん、衝撃。じゃあ続きましてアイラインいきたいと思います。アイライナー、ジェルアイライナー、今回は20番のバーガンディ買いました。私普段バーガンディ のジェルライナーを必ず使ってるんですけど、うん、だからちょっとこれはどうかなと思って買ってみた。私いつもエクセルカファッションのジェルライナー使ってるんですけど、こっちの方がテクスチャーが柔らかめでスルスルっとかけたね。うんうんうん、うん、その代わりなんかすごい濃い色にはならない。ちょっと目に迫力は出たね、ラインだからね。そう、でも黒とか茶色を引くよりも抜け感が出る、うん、茶色よりもさらに抜け感が出るっていう、バーガンディ、うんうん、はい。でもう一つがですね、極細アイライナー EX っていうなんかすごい胃薬みたいな名前なんですけど0.1mm ラインで目尻決まる。神さんみたいに顔がゴンゴン濃い人は目尻の際だけ引くだけでちょうどいいです、ね、ここをピッてするだけってこと、上ね、もうそれだけど全然違うね、やっぱ黒とそのジェルライナーの柔らかさの違うよね、バルガンディの色合いが。これめっちゃいい、今シュッてやっただけだよ。こう横に目がね広がるから、やっぱり目が大きく見えるようになるよね、うん、続きましてはすっごいバズってて、これが二重強調アイライナー、涙袋もかける影用ブラウン10番を買いました。あなたの場合は二重を強調する必要も全くないんですけど、涙袋にも使えるということで、ほう、うん、すげえ濃く描いた。でも分かりやすいからいいじゃん、それで。で、それで強調ラインの内側にラメとか入れちゃったりして、入れてぷっくりさせるという。なんか韓国コスメとかの二重強調ライナーとか涙袋ライナーって薄すぎみたいな感じのやつとかあるんだけど、うん、割と濃いメイクする時の涙袋にしては薄いわけよ、そういう時って、うん、これ結構ちゃんと線が入ってるのが見えるぐらいの濃さではあるから、二重を強調したいライナーとして生まれたんだなって感じ、うんうんうん、使いやすいです、すごく。はい、そして続きましては耐久マスカラ、にじみ耐性ブロック1本で3ウェイマスカラ下地マスカラトップコートの役目を果たすということなんですけれども、先っぽがね、プラスチックフォームみたいになってる、不思議な形しておりますね、硬いの。ブラックにしました。それもね、しっかりつきますね、とっても。あの、そういうね、まつげのボリュームがね1回でバッて出るっていう、見よ、あ、すごいすごい、おーおーおー、横から見ても分かるもん、すごい、すごいボリュームがガッと出る、出ました。ほんと言ってた通り、一回でまつげコってなる、コッて、まつげコッ新幹線のトイレみたいな、コッあれびっくりするよね、うん、なんかしちゃったんじゃねえかって思うなんかはしたんでしょうけど、え、めちゃくちゃ良きと思います。2ミリの繊維が配合されてるらしいですよ、だからだよ、うん、すごいナチュラル、おお、できましたか。しっかり盛れました、どうもありがとうございます。あとすごい人気のやつ、定番のやつのチーク、セザンヌパールグローニュアンサーってやつ、
の N1 を買いました。なんかセザンヌのチークすごい人気があるよね。それもなかなか高発色でした。とこれはね、ほんと高発色だからね、間違えるとお手もやになるからね、一回だけで言う、シューだけで言う。なるほど、ピヨ血色が良くなりました。でほっぺもツヤってして、すみません、頬骨のあたり、そうですよ。あ、いいですね。ちょっと足りないかも、こっち向いて、はい、って笑ってできた。このぐらいつけるとお手もやになります。テッカテカちょっと見てからすごいアンパンマンみたい。かわいいね。かわいい、それアンパンマンこちゃん擬人化でも本当に発色する、すんごいね。ちなみになんですけど、あの今年グランジメイクとか、うん、結構スモーキーアイがまた流行りだしてて、うん、で囲みメイクとかここ数年間流行ってなかったんだけど、今年やっぱね90年代とか2000年代初頭が流行ってるじゃない、うん、でこれでなんとかできないかと思ったんだけれども、この一番アイシャドウの濃いやつあるじゃないですか、これを結構囲んじゃうと割と発色することに気づきました、うん、このぐらいまでいけます。濃さとしてはかっこよくなった、うん、スモーキーアイも作れなくはないですね皆さん。ということでいろいろメイクをしたんですけども、最後に残っているのがリップなんですよ。ウォータリーティントリップの3番のベージュブラウンと、もう1個がですねリップカラーシールドオランジュベージュ、ソランジュ、それはあのビヨンセの妹ですね。あ、そうですね、そのソランジュベージュを、買ってみました。ソランジュを私使ってみようかな。オランジュね、うん、どうでした、うん、こちらはまずこれも良かったですね、とっても。あのティントのリップ実はあんまり得意じゃないんですよ、うん、なんですけど、うん、これすごく塗りやすいし色味がすごくなんかね優しくない、うん、っていう感じなのもすごいいいなっていう、塗りやすい何よりも。ちなみに今日の秀樹さんのメイク、アイシャドウのメイクとかはベージュトーンシャドウ、ライラックベージュというものを使ってます。ちょっと見せてあげます。あんまりに可愛くて申し訳ありません。可愛くてごめんじゃないんだ。チュン、可愛くてマジで申し訳ありません長いそして、私がオレンジガナッシュ、こういう感じ。チュン、可愛くてごめんはい、じゃあ次行きたい。ごめぬどう、リップティントの方すごい良かったね。良かったです。このウォータリーっていうだけあってちょっとやっぱりみずみずしいツヤっぽい感じに仕上がりました、うんうん、そうだね、ちょっとバームっぽい感じのテクスチャーに塗っていました。ブラシも塗りやすかったですよ、このアプリケーターですか、そうね、の部分も。はい、ということで本日はセザンヌを特集してみましたけれども、いかがでしたか。いや衝撃でした、うん、あのトータル的にこんなにいいとは知らず、うん、知れて良かったです、うんうん、そして各アイテムがほぼ1000円以下、うん、っていうことに驚き。すごいよね、隠せない。パッケージのイメージ本当に薄いのかなと思って、私今まで一回も手をつけたことがなかったんですけど、検証動画とか以外で、うん、なんだけどきちんと全部使いやすかったっていうのにびっくりした、うんうん、意外とは他のプチプラのやつも使えるやつと使えないやつの差がはっきりしてたりとか、これはいいんだけどこれはなっていうのが検証しててあったんだけど、うん、セザンヌは全部平均で全部使えるって感じがしたから、うんうんうん、すごいびっくりしました今回、うん、5000円ぐらい持ってったら全部揃うんじゃない。初めてのあの一通りのメイクはできるかもね。はい、ということで、皆さんもぜひ気になった商品があったら試してみてくださいね。はい、皆さんまた会いたいですねエンディングちょっと忘れちゃったせーの、おやすみなさーい